皆さんこんにちは。こんにちは。だって健康委員会の木村と阿部です。今日はですね、まあ新しい、えー、チャレンジをしようかなと思いまして、今、うんえー、大会からですね、まあこう出場者の皆さんを誰が優勝するのか、うん、ま予想していくそんなことをねしていきたいと思っています。うん、はい。で今年から来場したお客さんがですね、まあ、こう用紙を用意するので、そこで。 参加者60組、誰が優勝するのか、うん、それをね予想して書いて、あ、スタッフが集めます。観客の方もこう予想しながら歌を聴いて、で最後にその結果答え合わせの結果によってなんかもらえたりとかするんですか？その通りです。なので、えー、今少しずつねスポーツとか、はいえー まあ競馬みたいな形で皆さん予想していただいて、はい、で見てるお客様も楽しんでもらおうと、はい、最後までどうなるのかあいいですねやっぱ自分の推しとか、うんうん、応援している人が勝ってほしいじゃないですかそうですよねやっぱりそういう観点で見られる方もいらっしゃいますし、うん、でそこにこう、うん、印をつけるというかね気持ちを込めて、うん、こう応援という形で。 それ、出場者の方も何かできれば最後見たいなっていうのもありますねなんかどれだけ俺に俺に何か丸つけてくれてる人いるみたいなそれはね一人でもいたら嬉しいなっていう絶対教えませんねああそうなんですか残念スタッフのああそうですかああなるほどでは今回初めてなんでどうなるのか皆さんからえねっ評判がよければどんどん改善してやっていきたいと思います今日はですね まあ僕たちスタッフ、えー、木村と阿部がですね、はいえー、60組こう見ながら、はい、まあ予想していこうかなと思っております。はい、まあ今回の、まあ、誰が入賞するかっていう予想なんですけどあくまで私たちの個人的な見解ということであの聞いていてただけるとそうですねちょっとあの名前が出なかった方。うん だっかりされないでほしいんですよ。あくまでも、でね、あくまでも個人的に優勝するんじゃないかという上位の方をちょっと言おうかなと思ってますんで、はい、ここから名前漏れた方でも全然優勝する可能性がある方たくさんいらっしゃいます。うん、はい、そこだけはちょっと最初にあのー、言っておきたいのと、はい、あと私も全員。 知ってるわけではありませんので、うん、知らない方の中にすごい実力者がいることも十分考えられるんですよ。そうですね。はい。なので、私のね今回、えー、口からあの何て言うでしょう番号漏れちゃった方も中にはすごい方がいらっしゃる可能性も十分ありますし、うんうん、本当これはあくまでも参考程度に聞いていただきたいなというふうに思います。すね、まあライバルが。 どういう人なのかはい。まあちょっと知れる機会かなと。そうですね。どういう方、はい、実績ある方が出られてるのかなっていう紹介ですね。はい。はい。はい、というわけで早速、まあちょっとこう雑談しながら行きたいと思います。はい、まず安倍さんがこう、はい、今回の参加者を見て、はい。ま十人、はい。絞るとしたら。そう、はい。まずは。はい。えー 誰々、はい、紹介しながら行きますか実はですね本当に先ほど10人絞らさせていただきました、はい、うん本当になりましたね悩むというのは、うん、10人いたないなじゃなくて誰を切ればいいのかっていう、うん、あの10人以上いるんですよ優勝する可能性ある方は十分にだけどあえてちょっと10人ということで泣く泣くちょっと絞って、えー、つい先ほど私選びましたはい この10人は誰が優勝してもおかしくない,いうそうですね皆さんそれぞれに実績とかあの特別な,なんちゅうでしょう力というかあの個性というかある方ばかりですのでそういう方ばかりちょっと10人選んでみたんですがああちょっと今ね,ねあの聞かれてる方私の名前が呼ばれるんじゃないかと。 期待されてる方もいらっしゃるかと思うんですけどもじゃあ早速順はい行っちゃいますはい、あ、行っちゃいましょう行っちゃいましょうそうしましたらまずう順番はまあ適当にいますか、うん、歌う順番とかじゃなくて、うん、あえて適当に行ってきますねじゃあまず一人目、えー、渡辺しおりさんですね渡辺しおりさんはいあのー、どういう方なんですかまあどっちかというと普段 SNS で女帝と言われている 方なんですけどいあのー、この方はつい先日の北海道知事杯でも、うん、な,なんだっけな優秀歌唱賞だかなんだかもう取られてる方で実際オンライン大会とか、うん、普通のリアル大会でも何度も入賞されてる方なんですよ。うんはい、ただい大会に関しては、うん これまでも出ていただいてるんですけど、たまたまちょっと本人の記申告間違いだとか、何かしらのトラブルがあって、けあの実力を出せ出し切れてない方なんですよ。この人はなんかすごいリツイートしてくれる人ですよね。そうです。もう本当友達いイムすごい応援してくれて、ありがたい。なので渡辺さん、女帝さんが万全の体制で出られたら十分に。 私は優勝の可能性あると思ってます。なるほど。はい、たまたまこれまで結果を出せてなかっただけです。<ー>はい。これが、まあ、一発目。一人目、はい、私は、はい。じゃ、どんどん行きましょうかし。はい。じゃ、二人目行きますね。二 <laughs> 人目はですね。うん。アベニーナさんですね。アベニーナさん。ニーナさん。あのー。カラスタっていうアプリが。あるんですけど。うん、そのカラスタのアプリで、もともとニナタロちゃんっていう名前でやってた方なんですけど。うん あのカラスタのアプリでも、えー、一般ユーザーとそれからライバーっていう要はライブできる人付与されたマーク、うん、さらにその上の公式ライバーっていう、うん、一部の人がなれるあ、うんえー、様公式ライバーなんですよ公カラスターのあるコンテストで優勝しまして、うん、でオリジナル曲を与えられて、うん、で何か何ヶ月前かまでずっとあの招き猫で。 あのりり曲流れてたんですよねすごいじゃないですかすごい方なんですえどこの人ですかこの人えっと言っちゃっていいんですかね <laughs>、まあ、道内の方ですけどあ道内だ道内ですなるほどで歌い方何が特徴あるかというと独特な声質をしていまして何、うん、て言うんでしょうね今風あの語り系いう語り系もう声質とか歌い方そうなってるので、うん、もうあれはもうなんか真似できないというか 転生の,ものアーティスト寄りのアーティスト寄りのその方が今回大会なのでちょっと何の歌を歌うか私も見てないんですけど、うん、まあハマればすごいなと思ってます、うん、お客さんは結構引きつけるるもものあるかもしれないそうですねほ本当この方は私も大好きで声が、うん、はいという初出場の中ではも最有力かなというふうに思いますね。 なるほど、はいいよ,いよ注目ですね注目です、はいじゃあ次いっちゃいましょうか三人目三、はい、人目はですね、うんえー、高瀬和茂さんですねあ高瀬君はい、高瀬さんはもうお馴染みというか、うん、去年の大会でも柳光栄賞を取られた方ですしこれまでもずっと必ず決勝に残ってられてる方で、先ほど言ったのカラスタでも公式ライバーされてます、うん はいでいろんな大会でも入賞されてますし、えー、実力はもう十分去年なんかでも、まあ、予選局と決勝局を歌うんですけどまあ多分この辺もし逆だったらもしかしたらとか、うん、そんなレベルの方なので選曲一つで優勝は十分出られるかなと。まあ毎年参加してくれてるじゃないですか、ね。 なんかレベル上がってる感じははしますすい、そうでねなんか本人も最初かなり緊張してたんですけどだんだん慣れてきたのか年々素晴らしくなってきてますね前回 YouTube も企画者の方で対談させてそう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 ですね YouTube 対談もされた方ですねはい、じゃあ次いっちゃいましょうじゃあ4人目いきます山口武さんですね 本書どういういですか山口武さんは今回初出場なんですけどもともと全国レベルの方で全国レベルの方ですで、えー、カラオケバトルにも出てますしもうなんてゅうんでしょう北海道というよりは全国的に有名な方ですあそうなんですか、はい 山口だはい、ただしばらくですねなんか歌の子休まれてたのか分かんないんですけどあまり聞かなかったんですね大会とか誰か言ってました眠れる獅子がそうですよね動き出したみたいなそう,、ね、そうなんですよ <laughs> そこがなんか最近なんかまたこう歌活動を始めたのか眠れる獅子が目を覚ましたのかっていう感じで、うん、まあ今回私もびっくりしてる一人なんですけどでなぜ優勝候補かっていうのはもう一つありまして えー、ちょっと苫小牧大会のですねデータというのがあって過去3回優勝者すべてカラオケバトルに出られてる方なんですねあそれだけカラオケバトル出る人はレベルが高い高いというのか、まあ、ジンクスなのか分かんないんですけど、うん、で今回見ると山口武さんぐらいなんですよカラオケバトルに出てる方って、うんはい。その法則によるとやっぱり山口さんかなり有力かなと。 いうふうに思いますねまあでもうちの大会何回も出てる方がいらっしゃるので、はいはい、そことこうバトルでうそうですね熱いバトルがそうなんですやっぱり、うん、この場に慣れてる方っていうのはそんなりに有利ですよねもうある程度、ね、ステージの上手とか分かっているので、はい、ああなるほど、はい、そこ初出場のハ判例を乗り越えてどうなのかとこれは見応えありますね見応えありますねここはね結構競馬要素でもあるんですよ<ー>この馬強いんだけどこの競馬場初めてだよね そこをどう見るか。うん、じゃこの中では一番実力派ですよね。実力派間違いないですね。はい。これは優勝候補ですね。候補です、ね。間違いないです間違いないです。いきなりぶっつけでいきなりなはい優勝候補、ね、間違えてですね。これは燃えますね。はい、いい情報です、ね。わすごい。はい、もう本当にいい。 山口さんの歌を聴くためだけに来てもいいかなっていう。うん、なるほど。はい、これは紹介された方が嫌ですね。<laughs> プレッシャーをかけときますね。<laughs> なるほど。いや、い本当素晴らしい方です。はい。じゃ次いっちゃいましょう。はい。じゃ次が1人ですし、5人目ですね。うん、はい。じゃあ5人目。やっぱりこの方外せないですね。平田義則さんですね。あ平田さん。はい。<た>平田さんも、先ほどの高瀬さんと同じく、 まあ、去年のこの大会で、えー、井の間あった優弥賞かな、うん、とりましてでこれまでの過去の大会でも必ず決勝に残ってる方はいで他の大会でも優勝オンライン大会でもリアル大会でもどっちも常に安定して成績を残されるで今年の北海道のグランドチャンピオン大会優勝者です何ですか あのなんか北海道グランドチャンピオン大会っていうのがあるんですよよくわかんないんですけどよくわかんないわ <laughs> かんないですだから結構でかい大会 <laughs> そ,それのチャンピオンが平田さんなんですよ <laughs> すごいじゃないですかじゃあチャンピオンはいなるほどすもうだ平田さんのすごいところってなんかこの大会たまたま調子良かったなとかこの大会ちょっと調子悪かったなとかってないんですよ毎回きっちり結果残してくる <laughs> なんかすごく安定してそうですね安定してます本当に見てて安心というか そうですね、去年も本当に優勝するんじゃないかってぐらいオーディエンスの、ねうんはい、盛り上がりもすごかったすそうですし、ねはい、やっぱりこの3回目ですかね4回,目4回目でこの4回目こそはちょっと今年こそはどうなるのかいや本人も狙ってると思いますよそうですねいやここまでのレベルになると本当に選曲何にするかっていうので決まったりしちゃうので、うんええ 今回もまあ選挙私見けないですけど。まあ狙ってきてると思いますね。うん、平田さんは。結構もう歌唱力通り過ぎて、個性もすごく必要になってきました、ね。そうですね。歌唱力だけだとすごい人いっぱいいるんですけど。うん、うん、そこにやっぱりいかに個性を出すかっていうので、差をつけたりとか。はい。ね、激しくなってる感じます。はい。そうですね。じゃ、あ次行きましょう。はい。今前半の五人はいましたね。はい あと5人ですね、はい、<laughs> まだ俺の名前呼ばれないよという方もいらっしゃると思うんですけども <laughs> まだあと5人いらっしゃいますんで <laughs> じゃあ6人目いきます <laughs> え6人目はですねえー、松田義明さんですねあっまっちゃんはいまっちゃんあのまっちゃんもこの前対談ですよね、はい、やられた方でまあもう何て言うんでしょうこの方も苫小牧大会ではもう 必ず決勝進出か入賞されてる方だし、うんまあ、いろんな大会でも入賞優勝されてる方あと歌のコ,コーヒーを認定されてる方もうベテランですよね、はい、も,うもう先生なんですよ、うん、<laughs> 言ってみたらなのでもう何て言うんでしょうね私何度も歌聞いてますけどお客さんを楽しませる、うん、自分が歌うっていうよりもこうなんかみんなに本当に場を何、うん、て言うんでしょうね楽しませる ような歌い方全く力が抜けてすごく安心して見てられる聞いいて,て楽しい方ですね先日ほら僕らと一緒にバーベキュー、はい、あのバーーベキューの後ですね行ったい。あの時もやっぱり歌がすごくその好きというかそうですね楽しませるの好きな人なんで、まあ、これあれですよね賞を狙いに行くのか、はい、パフォーマンス賞を狙いにいくのかそうですねあのー、それで結構変わります、ねそう そうなんですよ。ただ今回鳥なんですよね。あ、そうだ。はいはい。どっちかというとあの歌唱力の方で行く気がしますね。ああなるほどはい。もうパフォーマンスは取ってるんで一回もううん優勝を狙ってるような気がします。この前あのねオフ会のカラオケ大会でも全然知らないお客さんが一発で取りコになってましたもんね。確かにね。素晴らしいです本当にそういう意味でははい。これも。 今回四回目の出場の。そうですね。もう本当選挙区一つで優勝を狙える方だなというふうに思いますね。うん、じゃあ、次いっちゃいましょう、うん。はい、じゃあ、次七人目。この方も消せないですね。吉田彩香さん。うん。常連ですね。はい。そうです。吉田彩香さんも毎回出ていただいて。うん、で、なおかつ昨年は準優勝。取られています。うんうん、で、ですね。私もう一、一つですね。法則見つけちゃいまして。 繰り上がりの法則っていうのがあります。繰り上がりはい。これ何かと言いますと、1> うん、第1回大会で優勝したのって、佐々木夫妻なんですよ。うん、で、準優勝が菅野さんなんですよ。うん、で、3位が三好さんなんですよ。うん、で、第2回って優勝者の方も,出,もう出られないですし、菅野さんも出られなかった。そしたら3位の三好さんがそのまま優勝になったんですよ。うん、で、その時の準優勝が加藤君なんですよ。で、第3回、まあ、優勝者出られないと。そのまま加藤君が優勝してるんですよ。 だ前回の大会の最上位の方が次の大会優勝してるんですね。という法則でいくと、前回の準優勝者、吉田さん、普通にあるんじゃないかと。確かに。また力を貯めて貯めて。実は、その先ほど、その渡辺しお織さんの時言ったんですけど、先日の北海道知事杯、準優勝されてます。 北海道知事祭ってすごい大会です,、はい、すごいですね北海道で2位ですねこれ<ー>両者さんすごい,ないやもう素晴らしいんどんどん成長してますよねみさんそうなんですよね,ね僕はこの今 4,、うん、4人かな、うん、毎4回出てくれてる人があって、はい、うちの大会出てくれてることでレベルアップしてるとかわかんないですけど、うん、やっぱり経験値が積み重ねてどん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 他の大会でも実績上げれるになってるからなんか嬉しいですよねそうですね うん、明らかに皆さんレベルアップしてるなっていう、うんはい、感じで <laughs> メンバーもすごくなってきてるしおのおの出てる方もレベルアップしてるしっていうことで吉田彩香さんも今年もねいやもどんな歌でくるのかそう,そうですねいやあのやっぱ女性の、うん、歌うまいいですよね聞いてて花もあるし、ね、ステージに。 あのおじさんばっかりだった。そうでしたっけ。あ、そうでしたっけ。確かね。確かそう。結構。でも、あの、ベテラン、ベテランぞろいの。ベテランぞいの。何。はい。あの、花がない。花。個人的にプロデューサー的な目線で思ってたんで。まあ、女性が活躍するの、僕、すごく応援して。そうですね。最近はね、昨年なんかも、あの。ほのかちゃん、桜井ほのかちゃんとかも。し。女性が。参加、あの。参加する実は男性の方が多いんですよ。 うんうん、だけど入賞者的には全然女性率でいくと上かもしれないですね。そうですか、うん、今あの4人常連のメンバーいたじゃないですか、うんはい、吉田田田さささん、はい、津田さんん、と高瀬,君高瀬さん平やっぱりでも僕たちもそうですしあの審査員の方々も、はい、あのまあ四回今年4回目なんで3回は聞いてるわけじゃないですか。はい、そうですねはい 前年度の期待を超えてこないと、なかなか逆に点数がつきづらいんじゃないかなと思うんですよね。うんうん、そうなんですよね。いや、そこなんですよ。そう。レベルアップしないで、そうそう去年と一緒だったら、がっかりするじゃないですか。そうなんですよ。だからそこのハードルって結構ある気がし、ね、ます。ね。同じじゃダメなんだよね。きっとね。ねそうですよね。だから、うん 90点90点ってきて今回も90点だった人と、うん、今回初出場で90点だった人ってやっぱりこっちの初出場の方がわってなりますよねもしかしたらそういう評価されちゃうかもしれないとですねそうですよねもうこっちはもう慣れちゃってるんで、うん、だそういう意味ではでも皆さん本当に、ね、毎年ステップアップされてるんでどういう成長を遂げてとかそうですね、まあその 戦略的にやるのか、うん、まあこれは本当に見ものだなと、ね。そうですね。はい。ではじゃあ次行っちゃいましょうか。はい。じゃあもう残り三名しかいないんですね。はい。えじゃあ次八人目いきますね。えー、佐藤厚さんですね。佐藤厚さんですね。はい、はい。佐藤厚さん実は私よく存じ上げてないんですけど、はい。実は<う>なんですけど実績を見ると実績を見てすごいなと。はい。 あの先ほど平田さんが今年全土グランドチャンピオンになったって言ったじゃないですか、はい、その時の準優勝はこの佐藤さんなんですよ実はい。<そ>他にもですね全国大会準優勝とかん<ー>あのー、なんか演歌のすごい方はい、はい、ということで<ー>私の、まあ、知り合いの方に聞いてみたら、はいまあ、存じ上げてる方結構多くていやあの方すごいですよとあそうなんですね、はい いうことです、まあ、年齢的には結構ねあの上だと思うんですけどまたもやベテランがはい、いやもう重厚な歌、はい、うんっていう本格派ですねいわゆるん、はい、なんで佐藤さんが今回初出場だしうん、うん、あり得るなと。 まあでもそのベテランの人方も引き寄せれてるってところがですね大会としてはありがたいですねそうですね。といですね認められたなっていうねこんな方に出て頂い,いてその方がじゃあどういうふうにやね表現してくるのかそうなんですよ。あの僕たちの大会過去の動画も上がってるからライバルとか結構どういう雰囲気わかるじゃないですか、ね。はいはい その中でどんな選曲とかするのか、まあ楽しみですよね。そうですね。はい。じゃあ次いっちゃいましょうか。はい。じゃあ次九人目、えー、久保和也さんですね。久保さん。久保さんって去年なんかデュエットかな、うん、そうです。久保さん<あ>去年あのグッサンとのデュエットで決勝に残たかった方なんですよ、うん。あ小袋だ。小袋で。はいはいはい。はい、でその前にも。 応募はしたけど当日体調悪くてキャンセルとか。あそうなんですね。こ,ことで私調べてみたらですね一度もソロで出てないんですよこの大会。あそうなん、ね、前回はデュエットですし、はいはい、それで久保さんがソロで出てくるっていうだけで私はもうダークホース。なんで今まであの出なかったんですか、まあ、体調悪く今まではその体調悪くて急遽出れなかったとか。うん まあ、デュエットで出るだとか、うん、っていうことでたまたまソロで出てなかったんですけど、うん、久保さん何がすごいかって、はい、私路上ライブよく聞いたことあるんですけどねたぬき工事でたぬき工事であの結構うるさいじゃないですか人いっぱいいて、はい、そこでしゃがんで歌うんですけど声が大きくてめちゃめちゃ通るんですよ、うん、喉にマイク埋まってるのってみんな言ってます それぐらい声量響きがすごくてあこの人本当にすごい人なんだなと思ってでたまにカラオケとかでも一緒に聞くことあるんですけどまあやっぱいい声してるし本当、うん、うまい方なるほどうんその方がたまたま今回初めてソロで出場すると。 あのグサンとだと勝てないからソロで出るということです、ね。<laughs> うん、そこはちょっとグサン的にはどうかとは思ってるんですが、<laughs> まああのデュエットはデュエットで当然良さが出てきますけど。なんかね、うん、やっぱデュエットだとハードルが上がるのかもしれないですね。うん、そうなんです。あシンサーの基準として。そうなんです。あの上手い人同士がデュエットするとどうしてもハーモニーっていうプラス要素が出てくるので、まあ、うん、ソロにはできないんで。 まあずるいじゃないですか、うん。ちょっとやっぱり審査的にも。そこら辺どう見るかっていうのはありますので。どうなんですかね。デュエットがどういう最点に影響してるか僕はちょっと全然わかんないですけど。加工で,、ね、でいくと一体か郵送されてますね。デュエットの方は、ね。あ、もうあれは本当に、うん、あ、駅ぴったりっ。いやもうすごかったですね。あそこまで行っちゃうとね。はい。うん、あそこまで行っちゃわないと。 どうなのか、まあ、うまい、うん、お互いうまいだけだとねんま,、うん、またちょっとじ違うのかもしれないです、ね、そうですねはい。難しいとこ難しいとこですね,とですねだから、まあうん、グッサントのデートもねすごく良かったし実際決勝行ってますけどす、はい、ソロで久保さんがソロで来た時にどうなのかっていうのはすごく楽しみでうん。はい。期待して期待ですね本当になんて言うんでしょうこの方も力を置いて伝える歌を歌える方なんで はいまたもやベテランが参加し、ね、そうですねまあそこまで年齢は言ってないんですけどね確かあ、ね、<laughs> 確か久保さんはそこまででもないですねただじゃあ次行っちゃいましょうか、うん、はいじゃあ次最後はいすいませんあと一人だけなんですよね言えるのがまだまだいたいるんですけどうん、うんうん、泣く泣くちょっと10人絞ったということで今12名言いますね最後12名は海なつきさんです女性の方ですね女性です あの買い手さんって実はですね、うん、今はなくなっちゃったんですけど北海道でカラオケアワーズという大きな歌の大会がコロナ前まであったんですよ。はい、でコロナになってからちょっとなくなっちゃってこの先復活するか分かんないんですけど、はいはい、とりあえずコロナ前まで十何回続いてた札幌ファクトリーであるいわゆる北海道である一番大きなカラオケ大会があったんですね。でその コロナ前の最後の大会の優勝者が海底さんなんですよ。うん、でじゃあそのメンバーってどういうメンバーいたかっていうと高瀬さんとか平田さんとかさっきの吉田綾香さんとかさっき言ったメンバーずらーっといた中で優勝されてる方なんですね。うん、あっここさっき言った紹介したベテランたちを、はい、差し押さえ,えて優勝その大会にみんな出てるんですね。しかもお年齢お若若いいででですすよねなので で、その大会って他にも、あの、本間ふうなちゃんっていう、あの、今、動画に出て活躍されてる、本間ふうなちゃんっていう方もいるんですけど、はい、その方も出た大会なんですけど、すべて下して優勝されたのが、海計さん。すごいじゃないですか。すごいすおじさんたちを倒して。おじさんもお、お姉さんもみんな,みんな倒して、<laughs> あの、さっきの久保さんも倒されちゃったんですけど、<laughs> はい。あの、そう。で うんこの10人の中で一番若いんじゃないですか一番若いかもしれないですねそうですよね多分そうですね女性でそうですよね綾香さんと同じか綾香さんぐらいですかねうんでも若い子が活躍するのはすごく嬉しいですよでその買い手さんってどっちかというとライブの人なんですね私ライブを見に行ったことあるんですけど ライブの人だけど大会にも出ていただけるっていう人でめちゃめちゃうまいですそしたらステージ慣れしてるってこと、ね、してますね、うん、私も海底さんの CD 持ってますけどあはいなんかデビューしてるの <laughs> あえ自分でその実施制作っていうかああ<ー>なるほどうんですけどねはいちょっとすごいですねいや海底さんってだから全国の大会とかであまり出てないと思うのでいわゆるこの 歌さんの全国大会とかで有名なってる中では北海道では有名な方なんですけどあじゃあルーキーだ、うん、あの全国的に海底さんどこまで有名かわかんないですよ、うん、北海道では有名ですよこれからじゃあどんどんもっともっと大会とかいろんな実績が増えてく、うん、そうですね,ど,ですねどっちかというとまあライブの方に近いれている方ですけどねうん,うんなるほどねその方が今回出ていただけるっていうことで苫小牧大会は初ですねあ なるほど。はい、大会ではそはさっき言った「アラワーズ」とか出て優勝されてますけどなるほど、はい、やっぱりこの10名を選んじゃったんですよ最初になので他の方もれちゃったんですね早かったですよね、はい、さっきあのリハーサル中選ぶのに、ね、あそうですかすごいです、ね、<laughs> いやいやあのいっぱいいるんですけど間違いないなっちゅうけてたらあっちはもう10名いっちゃったっていう その、ね、予想を覆すぐらい皆さん頑張ってほしいですね、うんそうです。いや実際残り50組の方も全然有力な方たくさんいらっしゃいますよ。うん、今名前挙がってないだけで,、はい、で僕個人としてはやっぱりその、はい、毎年参加してるけどなかなか入賞できない人たちって他にもいるじゃないですか。そういうい人たちがさらにレベルアップしてと、はい やっっててくくるのかっていう楽ししみと、はい、新しく今回初めて出てる方々上手、はい、い人もいればあの初めて大会を初出場の方もいらっしゃるんで、はいまあ、そういう人方もこうぶつかり合いでいい感じに化学反応というか面白いことになればいいなっていうのはすごく感じてますね。 まあ、点数の付け方とか評価については、正直、まあ、僕らは全くわかりませんので。はい、新しく、今回、長尾さんも加わる。そうなんですよね。猪俣さんと柳さんと長さん、はい、長尾さん、長尾さん、まどういう評価するのか。まあ、全く、僕もう、わかんない。うんはい、そのヒアリングしないようにしてるので。はい、あの、もしかしたら。まあ、ピッチとか、そういうの、うるさいのかもしれないし、うん、それより表現力を取るのか。はいはい まあ審査員の頃に、ね、そうですねはいこれはどうなるのかのそこがどう結果に左右されるのかってとこですねなるほど、うん、この中で今回、はい、まあちょっと若い子を少し紹介したいなと思うんですけど、はい、まあ10代の子をちょっとこう紹介しようかなと思ってるんですけどかなり若い子、はいえー、岡山優なちゃん,岡山ゆなちゃんはい11歳 はい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 いすっごい若いです、ね、あす多分一番若いんじゃないですかあの過去の大会でもどうですかいやもしかして11歳って一番若いんじゃないですかね14歳か15歳かい、ね、はい中学生はいましたけどた、ね、小学生ですよねそうですよ、ね、いやでもね侮れないんですよ実はこの方あそうなんだご<え>存じで今年なんか何かんだかという大会がなんかこ子ども用の大会なんですけどそれで全道 代表になって全国行ってるはずなんですよ。あ、そうなの？はい。全国大会でどうなったかわかんないんですけど、もう小学生だからといってどうこうっていうレベルではないです。あ、そうなの。はい。実際あのあの幾田小五ちゃんとかいるじゃないですか。はい。あの中学校の時とか大人に混じってもう優勝しまくってましたから。なるじゃん。もう大人と顔はい、変わらない、ね。変わらないです。うん、はい。もう子供だからどうとかないです。 もう一人いますよね、若い子。あそうですね、えっ、ー、と、まだ小学生かな、この方も花田ゆず。花田ゆずちゃん。12歳。うん、この方もね、実は存じ上げてないんですけども、あのー。実はですね。予選と決勝。まあ、二曲選びますよね。はい。自分の得意な曲って、皆さんあると思うんですよ、得意なアーティストの曲。はい。 それでいくと予選曲と決勝曲と同じアーティストの歌を選べる方一見多いと思うんですけど実はそうでもなくて予選と決勝と違うアーティストの方の曲を選んでる方ほとんどなんですよよく調べてます、ね、そうなんですよ私調べたんです <laughs> で今回60組のうちはい、はい、じゃあ予選と決勝と同じアーティストの曲を選んだ方何組いるのかとなると確か6組ぐらいしかいないんですよはい。 でその中の一人がこの花田ゆずちゃん、まあ誰の歌うたか言いませんけどこの時点ではあ相当好きなんだなと思いました。でえあけ<っ>なんかでもねうん、えー、通ってるボーカル教室の大会に初めて出場したぐらいで、うん、あああんまりねあのたくさんの経歴があるわけじゃない。 これからですね。これからなんですか。でも選曲なんか私すごい好きだし、こういう若い方もっとどんどん出てきてほしいなっていう意味では期待してますね。うん。これがどうあの若い子対決になるのか。そうですね。楽しみですね。大人たちを倒していくのか。いや倒すでしょう。倒く。倒すと思いますよ。やっぱり子供のパワーって結構すごくて、はい。次世代のスターがすごいかもしれないですね。 期待っていう部分も込みで評価されたりするので、なるほど。うん、そういうのやっぱり子供の方でも全然侮れない, <laughs> いますね。これがこの10人が安倍さんの、はいはい、ええー、まあちょ優勝するんじゃないかというとそ、そうです有力最有力かなと。はい、まあ。年齢が若い2人をね、はい、簡単に紹介してもらいました。はい、まあこの他にもね他にも、ね、まあなんか素敵な人多分いっぱいいると思うんですけど、ええ、まあ。 あのどんなふうに大会出るか気になってますね。ちょっとまだお時間あるんで、はい、まあ、ん紹介してない人たち片っ端から簡単に安倍さんの知ってる人知らない人どんどんちょっと語っていきましょうか。はい、じゃあ、まず